申し受けたってことで。受けちゃいました。じゃあどうだったのか見てみますか。いきましょう。本当ですか。本当ですよ。ほんと。お題始めました。モテちゃんです。はい、今回はビチュー。テンションが高い。涼しいんで ね、はい、久しぶりでございます。まあ、はい、コロナでお休みしてて、はい、その間に私もニューヨーク行ったりしてたので、はい、そうだ、ハンギョドンと。そう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 。そうでした、そうでした。はい、戻ってまいりまして。お帰りなさいませ。はい、ウェルカムトゥジャパンです。ウェルカムバックですね、まあね。はい、で、戻ってきましたが、後ろに観客みたいにいるんですけど。モリテツ先生のファンなんで。あ、そうなんですね。生のモリテツ先生だよ。あ、あれでしたっけ、事実上結婚をやめますみたいに言った人でした。何ですか、何ですか。リューチェル、リューチェル。いや、ずっと言ってるの、モリテツ先生が。リューチェルじゃない、およよ。およよ、およよ、はい。およよ。そんな観客がいる中です、模試受けたってことで。受けちゃいました。共通テスト模試の結果が返ってきたということで、見ましょうね。ちょ、見る前にちょっと一個言っていいですか。はい。え、問題数マジエグかったんですよ。そうでしょうね。本当に、ちょ、これ冗談抜きです。ちょっと誰か言ってください。作った人に。ちょっと英語が一番やっぱり、もう私10年分の英単語見たんですよ、本当に。だって試験時間が80分なんですよ、はい、まずそれも意味わかんないじゃないですか、ね、その集中、集中80分も続くわけがないじゃないですか。で、大問、うん、大きい問題、うん、10問ぐらいあって、私大問を3問解けたところで60分使ってたんですよ、うん、はいはいはい、はい。もうおしまいじゃないですか、そんな。なんか全部あともうマーク適当にしてみたいな感じだったから。適当にして適当にするでしょ、だってできるわけないんだから、あと20分で7問空欄で出すくらいだった。そうで、ボボボボボボボって、まあ、小倉優子さんも受験企画やってて、そうですよね、同じような感じでしたから、前にやった時、まあそうだと思います。もう国語も全然時間足らないと思いますし。そうですね、はい、リスニングが何も聞こえないと思いますし。リスニングマジエグかったです。いや、もう一回言ってよみたいな、なんで一回しか言ってくれないんだよみたいな。そうですね、第3問からはそうです。一回しかくれないから。なんであんな意地悪するんですか。まあ、社会はまだやってない。1ミリも手つけてなかったから。やってないもん。貝塚しか分かんないですよ、私。ああ、なるほど。でも、じゃあどうだったのか見てみますか。行きましょう。あら、こんな感じだった。一気にバッと出ちゃった。そうなんですよ。一気に出ちゃった。出ちゃった。言いましょう。英語リーディングからですね。はい。英語リーディングは100点中34点。うわー。結構どうですか。いや、悪いですよ、当たり前。あれ、そう。当たり前じゃんっていう。私結構いけたって思ったんですよね、34みたいな。あ、マジ3点ぐらいしか取れないと思ったから、うん、30、2桁乗ってんじゃんみたいな。後ろの適当にマークしたのがどれだけ合ってるかですね。それをさっぴーって考えないといけないんで。そうかそうかそうか、忘れてました。そうだから、34やったじゃないですね、はい、そういう運ですから。失礼しました。で、偏差値でいうとこの 40.5。 おっ、おって偏差値って多分分かります。偏差値分かりますよ。平均点に行ったら偏差値っていくつになるんですか。50。そう、50、それよりもずっと低い学力レベル。いい、はい、いい。で、続いてがリスニング。はい。おお、聞こえなかったと言って。100点中。そうです、100点中です。33点。あらららららら。あらららららら。偏差値36.3。それはやばいですね。低いですね。30代ですよ。学力レベル F ですよ。A、B、C、D、E、F。はい、F って最下位ですか？でしょうね。はい。まあ、リーディングプラスリスニングで200点中67点と。はい。で、37.7 学力レベル F ということで。はい、F。あらあら。まあ、別にリスニングはね、対策していく必要ないんで、次第の文系でちゃんとやっていけばいいんですけど。じゃあ続いて国語です。国語はどうだったんですか。問題の理解ができるっていう意味ではストレスフリーでしたね。おお、ストレスフリーだったんだ。いや、だって英語ってマジで1、2本語もないんですよ、はいはい、まずそれがありえないじゃないですか。1、2本語、まあ設問とかで書いてありますけど、はい、あ、そうだった、はい、でも問題も全部英語なの。問われてることすらも英語。なるほどなるほど。設問選択肢があって、はい、最初に何しなさいとかはね、日本語で書いてあるんですけど、はい、指示は日本語だけど、うん、もう日本語ないんですよ、うん、そんなこと人生で起こったことなかったから、ね、ストレスがエグかったんですよ、うんうんうん、日本語を読みたいみたいな。現代文、古文、漢文やってみて、まあ古文、漢文は全然ダメだったと思うんですけど、はい、現代文に時間かけました。かけました、すごく。でも全部正解に見えちゃって、あー、引っ掛けの選択肢がね、あれ意地悪ですよね、あんな。うん、まあそうしないと解けちゃいますか。日本語だから。まあそうか、意地悪すぎる気がしたんですよね。なんか点数いきますね、じゃあ、はい、点数は200点満点です、国語は、はい、200点満点中91点ということで。おお、どうですか。なるほど。いや、思ったより全然取れてます。本当です
ですか。思ったより全然取れる。本当。別にいいわけじゃないですよ。はい、いいわけじゃないけど、ああそうみたいな感じで。本当にですか。半分近く取ってますからね。偏差値49.5、ほら50に近いでしたね。本当だ。で学力レベル D ですから。D。はい。評論と小説がどれだけ取れているかがやっぱりポイントだと思いますんで、はい、古文漢文は別に期待は何もしません。はい。いやそして最後日本史、まあ何もやってなかった日本史ですね。でこちら100点満点中ですけど、30点、はい、ということで偏差値36.7。学力レベル F ということで、はいはい、だまあ文系としては 42.3、 全体は 42.3 でいいと。日本史はやったとこがどれだけ取れてるかが分かればいいので。でもやってまだ流れとかですね。だって日本史は1ミリもまだ手つけてなくて、はい、そうなんですよ。とりあえずまずはじゃあ志望校判定、じゃあまず最初に書いたのは早稲田大学文学部、判定は E 判定ということで当たり前ですけど、はい、でも F じゃないんですね。E が一番下です。あら、はい、偏差値65からが D で、それ以外は全部 E です。偏差値65で D ってどういうことなんですか。早稲田ってそのレベルですから。え65で D？ A 判定だって72.5から A ですか。そんな人いるんですか。はい、いますよ。こんだけいるじゃないですか。本当だ、いる。それ以上の人がやば70人いますよ、もう。あらららららら。第一志望は1453人中1423位。すごくない。逆にほぼほぼドベですね。でもね、続いて慶応義塾大学文学部、あ、私の出身じゃないですか。あららら。 E と第一志望865人中849位。こちらもまた、はい、これどういうことですか。あ、自分が1位で書いてなくてもこれは出ます。あ、そうなんですね。他の第一志望って書いた人と比べます。なるほど。はい、なんでこれも一番下ですね。45未満。次もう早っ。下り早。いやいや全然いいっすよ。次は青学か、青山学院大学文学部日本学部が E 判定、第一志望者数46人中43位。次、はい、続いて明治大学文学部、あ、日本文学が E と255人中236位。あらま、ね、次立教文学部日本文学は EG と出てます。 EG？ EG なわけねえ。何？やりました、ついにドベを取りました、はい、おーい。やばいな。続いて法政、もうほんとマーチどこでもいいみたいな感じで法政日本文 A 方式 E 125人中117位。おっおって喜んじゃいけないんだ。下にまだいるみたいな、ね、下にまだいました。さあ日大です。日東駒線に入ります。日本大学文理国文が E 判定14人中14位、最下位です。日大でも最下位取りました。最下位取りました。次早い、はい、そして東洋ですね、はい、ニットコマ線の東洋が E 判定で21人中6。こんな感じでした。なるほど、ね、普通に考えればニットコマ線行けても御の字ぐらいって感じですね、レベル的には。だから、はい、細かくあれ見れるんですか、どれ正解した、どれ罰だった。当分これ、これじゃないですか。あ、それです。英語は大問3まで行ったんですよね。はい、あ、1位は、あ、10点中8点取ってますから、大門2頑張りました、ね、そうなんですよ。で、大門2がボロボロじゃん。でも2点、大門 2？ なんだ大門2。そして大門3も3点しか取れてないから、だから事実上取ったのは13点です。あらまあ、え、やば、え、100点中13点、うん、はい、あとだって399って書いてあるの、これはだって適当にやって、はい、適当ですね、これは。え、やば、マジで実力として、え、ちょっとマジでやばくないですか。そうですよ、もちろん当然そんなことは知ってます。はい、え、中学生が受けるとこれぐらいってことだと思う。そういうことか。ここからどんだけできるようにするかが問題なんです。その中は今度はリスニングですね。あ、やっぱ最初の大問は取れるものが結構あったと。リスニング25点中15おで、次も16分の8、でこっからでもボロボロですね。3点とか3点3点6点とかなんで、あらら、後ろは全然聞こえてないっていう感じだと思います。まあ私は国語しか特に気にしてなかったの で、うん、で国語がどんだけできるのかっていうのを気にしました、うん、英語は無理ですから、まだ中学レベルじゃ戦えないので、はい、はい、現代文評論が50分の21。漢字とかは解けましたか。漢字は結構解けたと思います。漢字は勉強したので、そうだから勉強したとこが解けるかが、はい、まあ、問題なんで、うん、で小説が50分の31なんで、これだって平均点超えてますからね。そうなんだ、本当だ、すごい。で古文が50分の13で、漢文が50分の26。だから古文は難しいんで、これ普通に受けても難しいんです。まあ平均点見ても分かりますね、古文が一番低いですね。本当だ、配分50、50、50、50なんですね。そうです、漢文山勘で半分以上取ったってことです。マジそうです。
OK、 はい、ラッキー、まあ、漢文が一番簡単です。そうなんですか。共通テストの中では一番簡単なのが漢文、漢文一番難しいのが古文で、日本史はやってないので何とも言えませんが、最初の方が18分の9、つけ19分の3ですから、もうやば、え、これやば、もう手つけた方がいいですか、さすがに。まあね、つけた方がいいけどまあ英語をなんとか苦手から脱却して、日本史国語得意ですみたいなのが理想は理想ですね。なんでそうやってやってもらえれば、どこか日東駒線大東亜どっか引っかかんじゃないかなと思ってます。引っかかります、頑張ります。早稲田はそう簡単にいけないですか早稲田はそうですよね、はい、勉強時間どれぐらいあるんですか。だって1日2時間少なすぎる受験生じゃないよそれだろ何に忙しいですか今あれ、賞レースやってて、うん、何のザ・W っていう。あ、もちろん知ってますよ、ザ・W ね、はい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 、明日なんですよ、2回戦が。あ、日テレのやつですよね、はい、それのなんですか、ネタの準備ですか。ネタの準備したり、はい、YouTube 編集したりいろいろして。なるほど、はい、いや、そこをどうするかですね。6時間取れるか。でもそうですよね、取らないと、やっぱ6くらい取らないとということでした。はい、ゆりさんに教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いいんですか、何も言わなくておいこらみたいな、なんて言ったか分かんない、ちょっと何何の話してんのみたいな。可愛いモリテス先生アニメみたいな、カートゥーンネットワーク、カートゥーンネットワーク、嘘、カートゥーンネットワーク、カートゥーンネットワーク。